スタジオディスコボランテよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。さあ、前半戦が始まります。これはちょっと危険なプレーでした。キーパーが指示を出しています。コーナーキックです。15分経過。これはファールです。切れない。スローインです。中へ上げた。ガンビリバブルゴール。同点に追いつかれてしまった。ワンツー、ここでシュート。果敢にスライディング。キックミスでしょう。前半残り5分です。折り返す。
フェンダーも必死です。これはコーナーキック。さあチャンス到来。前半戦終了。前半戦、さあ後半戦キックオフです。合わせた。オフサイドの網にはかからない。ファーサイドに上げた。入った。ゴール。ブリリアントゴール。さあもう一度見てみましょう。体をひねってシュート。まさに神は。いきなり始まるドリブル。放り込んできた。後半20分経過しました。スローインです。抜かれた。味方がいない。ヘッドでつないで、ガンガンプレスをかけます。試合を振り出しに戻しました。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。蹴り込んだ。これは危険だ。流れを止めた。チャンスボールになるか。シュート。これはコーナーキック。横にそれてしまった。さあチャンス到来。これはゴールキック。狙いすぎたようです。ここで笛です。延長戦に突入します。いよいよ延長戦に突入しました。千葉の香りもかぐわしいドリブル。ニアサイド。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。これはコーナーキック。選手の交代です。華麗なドリブル。ゴール。マーベラスシューバー。
ビューティフォーゴール素晴らしいゴールです。これが勝利を呼び込む一撃だ。なんという劇的な幕切れ、勝負強さを見せてくれました。それではまず中西さんに試合について。